佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬、パッカル情報局。第二百十三回、六月二十日、土曜日、レース展望。 こんにちは、新コーナーおきりなです。そして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんです。今村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、昨日はひどい雨が降りましたけど。そうですね。今日はもうカラッと晴れてる。感じがしますけど、ね、いや、本当にあの、もうちょっと降るかなと思ったんですけど、うんうん、意外と止んでくれて。はい、まあ、週末もね、あの、天気は良さそうですから。そうですね。うん、また、気温が上がっちゃってっていうのも心配ですけど。まあ、それもありますけどね。まあ、晴れて嬉しいなっていうところもありますね。今日もどうぞよろしくお願いします。 さあそれでは解説をご覧の皆さんに大切なお知らせです、えー、佐賀競馬では引き続き6月20日土曜日21日日曜日は無観客競馬での開催とし佐賀競馬場及び各場外発売所へをご入場いただけません勝チュ投票券のご購入に関しては電話またはインターネット投票をご利用くださいそして地方競馬の払い戻し有効期限についてです ご覧の期間に購入または有効期限を迎えるカチュマ投票券に関しては、発売払い戻し業務の再開から60日ごといたします。j r a のカチュマ投票券に関しては、ホームページなどをご確認ください。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。それでは解説に参りましょう。まずは今回の展望レースこちらです。 第213回6月20日土曜日の展望は第8レースみなずき賞 A1、A2 と午後7時台まで楽しめる佐賀競馬の最終競争第12レースのムーンストーン特選 C1 の1組の2レースをお送りしていきますまずは展望レースその1です第8レースみなずき賞 A1、A2 の出走メンバーです距離ダート1 8 0 0メートル午後5時発走 サラブレット系3歳以上9頭立てとなっています。では、今村さんの注目場教えてください。はい、えー、まずは2番の池野朝ですね。まあ、前走も負けはしましたけども、内容的には良かったですからね。まあ、今のこの暖かい時期がねいいのかな？っていう印象は受けますし。まあ、どこからでも自在に動けるタイプではありますん。でね。えー、まあ、中心になってくるんじゃないかとは思います。まあ、それから6番の。 アドミラルティですね。まあ、この馬先行するタイプなんで、まあ、今回も、ね、スムーズになら自分の競馬ができそうですから、まあ、ここも注目したいところですね、まあ、それから4番のハーベストゴールド、まあ、前走、ね、スタートがもう1つでしたけど、まあ、休み明け叩かれた分は違うと思いますしね。えーまあ、2番手でも問題はないんで、まあ、この馬も変、ね、わり身っていうのは期待できるかなと思います、まあ、それから8番のアルゴセイコーなんですけども まあ前走はモマレール競馬でね内容はあるレースぶりでしたからまあ、今回外枠になった分もプラスになると思いますんでね、まあ、ここも注目したいとですねありがとうございましたそれでは続きまして展望レースその2です第12レースのムーンストーン特選 C1 の1組の出走メンバーです距離ダート 1400m 午後7時10分発走サラブレット系4歳以上12頭立てのフルゲート戦となっていますそれでは 村さんの注目場はこちらです、はい、えー、9番のノゾオブゴールドなんですけども、まあ、前走勝ってね休み明けになるんですけども、まあ 中間もね乗り込みは問題なかったですからね、ただ前回よりはメンバー揃ったところではありますんで、徐々にね力関係でいくと上がってきた印象ですから、そこら辺がどうかですけども、ここもねすんなりなら自分の競馬ができると思いますんで、ねそのあたりで注目したいですね。それから4番のスキンズマッチなんですけども、前走逃げてね、伊正式初戦2着と内容あるレースぶりでしたけども、自在性はありますんで、逃げなくてもいいかなというところで、上積みも。 注目したいところですね。まあ、それから8番のロージズレイですけどもまあ、前走距離戻ってね。しっかりと2着とまあ、内容も良かったですからまあ、再度ねえー。まあ、ここも外枠になった分はさらにね生きるんじゃないかと思います。まあ、それから3番のアンクレットハートなんですけども。 えー、約4か4ヶ月ぶりの、ね、レースになるんですけども、まあ、仕上がりポイントではありますけれども気象的に、ねえー、難しいタイプではありますので、まあ、逆に言うと、まあ、休み明けでもプラスになるんじゃないかというところで、ね、警戒したいとですねありがとうございました。 え続きましてトラックマンの一吉ナコアナです。解説者の皆さんに後半6レースから最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただいています。今村さんの土曜日の一吉レースはこちらです。11レース4号馬オー原賞ということですね。はい。いやちょっとここで名前が聞けて私嬉しいなっていう印象なんですが、<laughs> こちらはどうしてでしょうか。そうですね。まあちょっとメンバー的にはね、えー、まあ全走1組で。 まあもう一度3組に戻った形なんですけども、まあ、2走前4着と、ねまあ、内容も良かったですし、まあ、今の時期も、ね、この馬にとっては問題はないので、まあ他の馬との力関係でいくとそんなに差はないかな,注目したいかなというところですね先ほどもおっしゃった通り、そり力差あまりんないように見受けられるんで,すよ、ね、そうですねそう、まあ、時計的にはちょっと差がありますけども、まあ、そこは度外視できるかなと思います。もしこの馬に 逆転があるこの馬に対して逆転があるとしたらど,のどれかかあたりすすするんででねねそうですね、まあ、本来の力関係でいくと、まあ、2番のスマイルビオラとか7番のシゲルレンコンとかっていうあたりになるんですけども休み明けっていうのが、ね、どうしても気になるところではありますので、まあ、仕上がりは順調に来てる感じなんですけどどうしても、ね、久々の分っていうのはマイナス材料も出てきますんでね。そ,でねまあ、そのあたり まあ、当日のねパドックの気配っていうところじゃないかと思いますね,、うん、すね当日までぜひ注目していただきたいですね、はいえー、ぜひ皆さん十一レースもお楽しみにさあそれではここで嬉しいお知らせがございます川崎競馬所属で佐賀競馬にて期間限定起乗中の池谷拓都騎手ですが六月十三日土曜日第十一レースの AT 金星号に起乗し待望の初勝利を挙げました デビュー44戦目での初勝利に池谷騎士からは「ゴールが見えた時には前に馬がいないわけですからがむしゃらでした」「ファンの皆さんの期待に応えられるように一くら一くら大切に乗っていきたいと思います」とコメントもいただいています。なお日曜日にも8番人気の人気数で優勝し早くも2勝目を挙げました。 いや、初勝利もさることながら、レース内容も非常に素晴らしいものでしたよね。そうで今、ね、まあ、前走その at 金星に乗ってましたんでね。まあ、馬のその馬のコツをつかんだかなっていうまあ、いい内容でしたね。うんはい、素晴らしかったですね。これからも楽しみにしていきたいと思います。改めて池谷騎手おめでとうございます。それでは、続いては遠征馬の結果についてです。 6月14日日曜日に高知競馬場で行われた黒潮ダービー第48回高知優勝に出走した佐賀競馬所属、田中純喜手騎場の同じく佐賀競馬所属エアーポケット号は10着という結果でした今村さん、エアポケットをちょっとこの馬にとって、ね、らしくない競馬かなっていう感じではあったんですけどまあ残念ではあったんですけど、まあ、一生懸命、ねえー、走ってくれたかなっていうところで,ね、えー、ですね。 これからも頑張ってほしいですねというわけでエアポケットの自走にもぜひご注目くださいさあそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第213回6月20日土曜日レース展望でした佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は6月27日土曜日28日日曜日の展望を6月26日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら